皆さんこんにちはガーデゴジャパンの富永です今回はオステオスペルマムについてお話ししようと思っていますたくさんの花を咲かせてくれているのですがよく見ると咲き終わった花もちらほらあります花がら摘みを含めた剪定切り戻しのタイミングを3つご紹介しますメンテナンスをすることで来年も花を楽しめるのでぜひ最後まで動画をご覧ください オステオスペルマムの剪定切り戻しのタイミング一つ目は花がら摘みです。咲き終わった花を花茎ごと花の上で切り戻します。切り戻しをすることで脇芽が伸びて再び花を咲かせてくれます。すでに脇芽が伸びている場合はその上で切り戻すようにしてください。咲き終わった花をそのままにしておくと株が消耗しその後の花数が減ってしまいます。 先終わった花はカビが発生するなど病気の原因にもなりますのでこまめに取り除くようにしてくださいオステオスペルマムの剪定切り戻しのタイミング2つ目は梅雨入り前の6月です。全体の高さが半分もしくは3分の1程度になるぐらいバッサリと切り戻しをします なぜ梅雨入り前にバッサリと切り戻しをするのかというと、オステオスペルマムを夏越しさせるためです。オステオスペルマムは夏の高温多湿に弱く、切り戻しをせずにそのままにしておくと、株が群れて枯れて,枯れてしまうことがあります。梅雨入り前に切り戻しをすることによって、株周りが風通しの良い状態になるので、夏越しがしやすくなります。 切り戻しをしたら、雨が当たらない風通しの良い場所で管理をしてください。オステオスペルマムの剪定切り戻しのタイミング三つ目は、秋に行う摘芯です。摘芯をする目的は、脇芽の成長を促して枝数を増やすことです。 枝数が増えると翌年の春によりたくさんの花を咲かせてくれるようになります。基本的には枝先を軽く切り戻すのですが、株が間延びしてだらしなくなっているようなら少し深めに切り戻してもいいです。秋の剪定で気をつけたいのがタイミングです。冬になってから剪定をすると花芽を切ってしまうことになるので翌年の春に花が咲きません。 寒くなる前の10月頃に行うようにしましょうそれでは今回の動画のまとめですオステオスペルマムの剪定切り戻しについてお話し,しました剪定切り戻しのタイミングは先終わった花をこまめに摘み取る花柄摘みと梅雨入り前の6月そして寒くなる前の10月です オステオスペルマムはこまめにお手入れをすることで次の年も花を楽しめる植物です。ぜひやってみてみください。